ビッグザミーからの報告は間違いないのだな。確かです。輸送機とそれを護衛する4機の戦闘機を捕らえました。あの空域には風間とキムがいる。二人に任せておけば間違いないとは思うが、それにしても奇妙な変態だな。何か重要なものを運搬しているのでしょうか。3時方向、機影確認。今日こそは C より先にスコアを上げてみせます。できなかったら朝食をおごります。なんとかな。残りの1機は逃げていきました。そうか。エリア88ダブルエコー、こちら00セクション風マシン。列車は脱線した。繰り返す。列車は脱線した。ただし輸送機の墜落は確認できない。以上だ。顔してるね。日本人ヒーローのご帰還だ。あ、おい待てよ。行くぞキム。あ、はい。もしかして妖怪？
暑い中ご苦労なこった。ランディのスカイホークだな。カメロなのによく見えるな。音でわかるのさ。あいつがつけてんのは純正の燃料ポンプじゃない。お前さんから買ったバチモンだからな。時々咳込むのさ。あれは敵さんからかっぱらったやつだからさ、咳込みもするさ。燃料入れろ。増装も満タンにしてくれ。任務以外の出撃は自費だぜ、ランディ。構わねえ、とにかく急いでくれ。ランディは自腹で飛ぶんだとよ。ご苦労なこった。金の匂いがするな。いよっと。スカイホークのラダーは高くていかんわ。上がってこいとは誰も言ってないぜ、じいさん。上がってくるなとも言われてねえな。なあ、燃料代1割持ってやるから教えろよ。何のことだ。とぼけるね。なクソがつくくらい暑い車中、自費でまた飛ぼってんだ。なんか訳があるだろうが。ただ空が飛びたいだけさ。あ、そうかい。ならお前さんは酒もタバコも5割増しで。勘弁してくれよ。もう仕方がね、行くとするか。燃料代2割持ってくれたら教えてやってもいいぜ。ものによってはな。話してみない。くそ、仕方ねえな。誰にも言うなよ。今の出撃でグレックが落とされちまってよ、機体を探してたのよ。探したら敵の地上部隊が泡食ったみたいに走ってるのが見えた。ところがこっちは弾切れだ。対空ミサイル撃たれるのも嫌だからよ、すぐに離脱しようとしたんだよ。ところが俺っちの機体が見えてるのに奴ら逃げもしない。なんか探してる感じなんだ。そいで無線を敵さんのに合わせてみたのさ。そしたら、探せ、近くにいるはずだ。運送機だ、イコールだよ。我が軍の損失。ほう。そこで思い出したのさ。昨日新が輸送機落としたって言っただろ。そいつにはゴールドが、敵の軍資金が積んであったんだ。それでか。グレッグは、あいつはゴキブリだ。叩いたって死にはしないよ。それにヒゲダルマとゴールドとどっちと。そりゃそうだな。ランディ、注文通り満タンだ。よし、行くぞ。今のじゃ1割だな。話したんだぜ、2割持てよ。負けて1割ゴン。クソジジ。欲の皮突っ張ってっからだよ。なんだ、打ちどころでも悪かったか。何、儲け話聞くと顔が歪むのさ。あんたんだ、くくりだ。そうなんか飛ばせ。と距離を稼ぐんだよ。俺を先に飛ばしてくれたら10ドル払う。俺は15ドルだ。お宝一番だよ、俺だ。まだ言ってんじゃねえよ。500万ドルは俺のもんだ。600万ドルじゃねえのか。こういう時はハリアが最高さ。よろしいのですか、勝手に行かせて。私の命令を素直に聞く連中じゃないだろう。しかしこれでは夜間作戦の人員が確保できなくなります。ラウンデル、君は興味がないのかね。はあ。昨夜の戦闘機4機で護衛していた輸送機の積み荷のことさ。連中は私の命令じゃあそこまで熱心に調べてはくれないだろうからね。綺麗さっぱり出払っちまった。遅いぞカメラマン。シン、ミッキー、なんだ、あんたらは行かないのかい。俺は金には興味ないし、シンは嘘だか本当だか分かんない話に乗る気はない。お前こそ連中と一緒に飛んでけや、いい写真が撮れるだろう。俺が撮りたいのはそういう写真じゃないんでね。敵の軍用資金確保なんてスクープになるんじゃないのか。戦場カメラマンにしちゃ欲がないな。シン、ミッキー、今夜の作戦は中止だ。オッケー。ちょうどよかった。マッコイじいさん、長距離の電話まだダメかな。話はつけてある。交換手に金を握らせれば大丈夫だ。そうか、サンキュー。ちょっと用ができた。じゃあな。なんだ
あいつ。ん？行くぞ。ああ、わかってるさ。こっちは砂まみれの汗まみれだ。肘掛けのある椅子に座ってるあんたにはわからないだろうけどさ。そうだよ、手付金なんてとっくになくなっちまった。いろいろと仕掛けたいんでね、頼むよ。おいおい、そんなにとんがらなくてもいいだろう。俺以外の誰に取れるって言うんだよ。そうそう、その辺を組んでいただいてだね。頼むよ、一つ。あ、じゃあまた。最初は依頼通りの写真を撮ってさっさとこんなとこをさらばするつもりだったよ。だけどなかなか難しい注文だな、あんたの依頼は。その上被写体としても面白いときた。調子狂うよな。カシャッ。サイドワインダーと20ミリ300発だ。おまけに負けて1000ドルってとこだな。新庄のことだけど、どうもスポンサーは新聞社じゃないらしいな。興味あるだろ。せっかくの忠告を。シン、俺を乗せて飛んでくれないか。空を撮りたいんだ、あんたの見ている空をさ。ファントムなんてよくあったな。マッコイのじいさんがレンタルできるのはこいつぐらいだってんでね。その代わり武装はなしだ。安く値切ったんだろう。あんたの燃料代まで持ったんだ、値切った意味ないね。護衛兼被写体としちゃ俺は最高。シン、うわっ。お手柔らかに頼むぜ。お前なぜ俺を追います？同じ日本人同士で固いことを。モデル代請求しようってのか。そこまで金に。素人相手に無茶しやがる。あいつゲロ吐いちまうぜ。嫌な思いをさせたのなら謝るよ。俺はあんたの過去には興味はない。エリア88に興味がある。もっともそこにいるただ一人の日本人ってことで、あんたが一番の被写体になってるけどね。無線切って遊んでるんじゃねえよ。ビッグサミーが脅威2を捉えた。こっちに向かってる。取らせてやるよ、俺の空を。バカ、武装もないのに先行するな。あんたの空が見えてきたぜ。
アレックス機帰還しました。まだ帰還しないバカが3人いる。未帰還機3機と記録しておけ。はっ。キム、燃料代損しただけだったな。やれやれ、みんな機体に無理させやがって。俺たち整備班は徹夜だな。またぞろ部品が売れるわい。おい、フレックが帰ってきたぞ。救助ヘリだ。ヒゲダムは生きてたのか。しぶといやつじゃ。ああ、死神が俺みたいに素敵な2枚目はいらんとさ。死に損なったな、フレック。しかし、参った。落っこちた挙句にサバイバルキットがなくなっちまってさ、輸送機の残骸見つけなきゃ今頃くたばってたぜ。輸送機だって？金はどうした？600万ドルの機械は。金？そんなもんねえよ。偉そうなおっさんが一人死んでただけだ。嘘つけ。敵はゴールドを必死に探してたんだぞ。やはりジェシーゴールドが罪にか。ああ、そいつだ。書類カバンにそう書いてあったな。なんだよ、さっき。あのおっさんはあんたの知り合いだったのか。敵の作戦参謀だ。ゴールドが死んだとなれば、戦いの局面が変わるな。書類は？カバンの中身はどうした？ねえ、ああ、書類がちょっぴりあったけどよ。意味ない数字が並んでたし、夜は冷えるしな。ほんのちょっとしかなかったから風邪ひいちまったけどよ。機密書類を燃やしただと？その暗号書類があれば、あるいは敵を一気に叩いてこの内乱を終わらせることもできたというのに。なんでゴールド違うんだ。教えてくれってんだ。それもこれも赤い。何を言うちょる。ちゃんと確かな情報源じゃないがなって断っただろうが。それに金より価値のあるものを積んどったことは事実だろう。金より価値があったんだぞ。それを燃やしやがって。グレッグ、知らねえよそんなこと。うるせえ。ほんとに休め。大丈夫かい、新庄さん。よ、戦争が終わったらあんたどうするんだい。日本に帰るのかい。この内乱を終わらせることもできたというのに。日本に帰るのかい。了解。葬式の時に困らないくらいは取ったけど、あんたの欲しい一枚はまだだぜ、神崎さん。エリア88をご覧の皆様、はじめまして、キムアバ役の広橋亮です。新装版コミックスエリア88第9巻第10巻が1月23日に発売になります。こちらのコミックスにはですね、毎巻折り込みポスターがついてくるんです。それとユニコーンエンブレム特製携帯ストラップが当たる応募券までついてきます。ダブルでお得ですね。詳しいことは書店などで確認してみてください。乾いた砂漠を裏切られた魂がさまよう。揺らめくカゲロウにあざける声が響く。なぜここにいる。なぜ戦う。なぜ生き続ける。そんなに苦しんでます。それでも男はあがき続ける。誇りのために、ただ愛のために。ここはエリア88。孤独な大地が心を乾かせる。太陽に焼き付く
されて砕くれ